はい、よっしゃです。地球ボーイ軍5、続きをやりましょう。つい先日ね、6が終わったところですが、5はまだ終わってませんので、5を終わらせたいと思います。頑張ります。前回からね、ちょっとこのデュンケルを愛用してます。6でもね、デュンケルあるんですけど、なんか6のやつよりも5の方が使いやすい。なんでやろう、火力が高いのかな、弾数が多いから。確か6の弾数なんか16とかそんなんないけど、5発多いから扱いやすいんやね、すごく。よくね、サクちゃんにはユンケルやユンケルやって言われますけど、デュンケルね、6出たからね。デュンケル扱えへんかったな、うまいこと。5の方が打ちやすいかな。ちょっとした狙撃やもんね。はい、オッケー。さあ、どんどんやろう。あれもそうやな。さあ、兵士たちがやってはくれてるが、自分もやらなね。で、やっぱね、3つ目の武器、フラグとかは持ってないから、ちょっと大変っちゃ大変ないけど、すごいな、兵士たちどんどん前行くな。オッケーオッケー。ああ、死ぬんだ。開いた。こっから湧いてくんね。上からでも湧いてきよんな。ほい、さあガンガン行こう。兵士たちはもうだんだん前行きようからね。いいよ、デュンケルね、やっぱ強えわ。いい火力出てるような気がします。で、結構ね、びっくりするほど弾がまっすぐ飛んでくれるから、なんか精度がね、すごく高いんで、打ちやすいです。だいたいこの円の中に入れて打てば、だいたい当たってくれると。あ、なくなってた。さあ、兵士たち、そう考えたら、でもあれか、ラーマー限界値なんかな、ここの。えた、あそこに装置があるのね。あらら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 ら、あらららら、あの辺やばいな、爆風で。爆風でなんとかならんかな。兵士たちがおらへんなってば。ちょっと待って、それだけはまずい。一人でこれを相手するのはもうめんどくせえ。兵士たちを守らんと。でもね、こう降りるのはもうしたくない。上がってくるのが面倒だからな。あー、ちょっと待って。あー、落ちた落ちた。
送装置を破壊し、全ての怪物を駆除しろ。した？どこや？下におるっぽいんやけど、じゃあミッションクリア。じゃあ次行きましょう。さあ次ですね、どんどん行きましょう。あらら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 、なんだこれは、なんだこれは、どう、おい、ダンゴムシ、ダンゴムシの大群かい。えぐいえぐい、なんだなんだこれ、多いな多いな。ちょっと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 、多くないか。足が、オッケー、次こっちから来るな。あららららら、こっち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 、量また来そうやな。ちょっと上に登ろっか。この武器の性能が生かしきれん、上に登らん。これはロックオンがね、来てくれないと行ってこないので、ほら、やっくしょー、ほら、やっくしょー。あららら、また来た。だってどんだけダンゴムシが来んのこれ。多分自動的にこっちに来てくれるんやな、あの感じやったら。だから上で待ち伏せしてても全然いいかな。でもあの兵士たちやばいな。走ろう。いやー、足が遅い。まあ、しゃあないね。6時間6分距離を伸ばす甘えにしてるから、どうしても移動速度とか被弾した時のあれが上がるんよね。おら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 、どんどん垂れ方がいいですね、これ。もう真っ白で何も見えない。よーし、排除できた。オッケー、じゃあ次行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあどんどん行きましょうか。アラネアさんです。もう勘弁してください。はい、ガンガンロックオンしてガンガン撃ちます。でね、多分ね、この武器の性質上ね、
壊せないのよ、あれが、マンションが。ことなんで、ちょっと困ったけど、ドゥンケルを打ちましょうか。で、まずネットを破壊していきます。その前に、あの、アンカーも壊します。OK。じゃあ寄ってきたやつらを一斉にロックオンしてマッサージしてる。やっぱ理想はね、あれやな。ちょいとミスかな。とりあえず後ろのやつは何？後ろのやつは何じゃろうな。何年やか。よし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 。さあどんどん行きますよ。あの奥におるな。はいはい。ちょっとずれてるな。オッケー、なんとか分かった。はい、じゃあ次ガンガンに行きましょう。さあでは巣の破壊をしましょう。作戦の第一段階を開始します。さあ、めっちゃね、多分蜂さん、わーおー、大型の蜂の巣でした。ガンガン撃ちます。ある程度倒さないとちょっと面倒くせえから、多分中にいらっしゃるんやと思いますが、そんなことは存じ上げませんので、ガンガン攻撃します。おそらくクイーン帰ってくるんちゃう。なんか懐かしいな、このミッション。さあガンガンと、おそらくガンガン出てくると思うんで、なあいっぱい出てくるよね。さあガンガン撃ちます。そのためのこの武器なんで、対物対飛行物体用ミサイルランチャーと言っても過言ではない。はい、また出てきた。待って、赤蜂出てきたな。赤蜂も何のそので撃とうか。クイーン帰ってこうへんパターンか。そうか、あーやっぱ帰ってきた。
でに飛行型の繁殖が始まっていたというのか。はい。はい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 。ダメージ。オラオラどんどん撃て撃て撃て。怒り狂ってるとこ申し訳ないんですから、こっちからも歌わせていただきます。まだ失敗なんかしてない。軍師が死ぬまでは大丈夫や。よし、オッケー、クイーンやっといた。あとは巣だけや。巣をガンガン破壊しろー。ガンガン行くぞー。終わりかー。まだ出てくるか。まだ出てくるか。こんだけおるんや、これえぐいな、この量。一気にロックオンして一気に叩くで。アンカー持ってんな。ちょっとこれは一旦引きながらやな。まずアンカーを破壊しよう。オッケー。この辺から撃っとこうか。アンカーはもうないから、ひたすらもう打ち込むだけで終わる。よしよしよし。中身からまだ出てこようが関係ないぞ。さあさあさあ、ガンガン行こう。やばい量来た。早めにいっぱい駆除しとかな。まずい。やばい。おい、逃げ道を作ろうか。後ろは逃げ道を作っといたから、じゃあこれでガンガン前を攻めれる。後ろは気にせずいけるぞ。よしほらい。お、巣破壊できたか。巣破壊したんじゃね。おる。巣がぶっ壊れた。あれ、なんかうまいこと。
その巣が消えてくるのはちょっと難しいかな。あと一匹。遠い遠い。マジで。あ、急に出てきた。作戦は成功だ。我々は飛行型の増殖を食い止めた。やったぜ。これえぐいな。めちゃめちゃいろんなもん出てるやん。はい、オッケー。じゃあ次行きましょう。敵ロボットを破壊し。さあロボットですね。ロボット、ロボットか。持ってくる武器を間違えたかな。ロボットはさ、あの胴体を壊しちまえばこっちのもんだよねな。でこの街を壊さんことにはちょっとだるいからっていうことで、今回ちょっと武器を変えてきました。エメロードにしてます。5発しか出ませんが、攻撃力のため街を破壊してくれます。よし。でああいう足長たちが出た時にはジュンケルで銅を打ち抜くと。足を打っちゃうとめんどくさいのさー。あれね、時間がかかっちゃうので早めに駆除するためには銅を打ち抜く。もうそれだけでね、足も全部壊れてくれるんで、それで進めていきたいと思います。でロックオンの距離を伸ばすことで街やらを破壊できるようにしております。ね、僕はエアレーダーとか一切使えないので、もうさすがレンジャーでやりますね。このレンジャーでやってるのが好きなんです。足長が動いた。動きをそろそろ動いてるやろ。どうかな。じゃあ胴体をジュンケルでドン、ね、上のね、なんかハンマーヘッドシャークの頭みたいなところを打てば全然大丈夫です。あ、いったー、飛んできたで。あ、飛行型もおるな。あのカエルの飛んでるタイプパターンのやつ、ありゃだるいな。あ、おった。頭、基本はエメロードでロックオンして弾き飛ばす。リロードも早いのですごく扱いやすいですね。弾数っていうのがちょっとネックですが、火力が出る分とてもいい武器になってます。結構ね、おすすめです。あー、弾来ちゃった。 OK。 じゃあ近づいてきた敵をロックオンして、とりあえず投げ払っていきます。それに周りのね、あのマンションとかも全部壊せるので、たくさんロックオンして倒しましょう。レンジャーはね、体力値はあるけど移動がねえから、近づくとマジで一瞬なので、極力近づきたくはない。まあこれは僕のやり方ですが、どうなるの。みんなやっぱりなあ、ウィングダイバーとかセンサーとかエアレイダーとか使うのかな。レンジャー使ってる人っているのかな。おるやろうけどな。確かに気持ちみたいな、なんか比率みたいな。レンジャー何%、ウィングダイバー何%、
でした。いやリーダー何パーセント増殖ですよ。合計が欲しい。忍者がいたらどれぐらいの人口がいるんだろう。ちなみにね5を一緒にプレイしてたヒロさんが、フェンサーで、ハマさんがウィングダイバーもしくは、エアレイダーと、そうね。で僕はレンジャーやったところ、みんなだから結構それぞれかぶりなくやったって感じかな。でもねこれね計画したわけじゃなくて、なんか自然とそうなったって感じ。おい誰誰誰誰誰誰誰わお。はい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 。はいはいはい。でね、マップ見ながらなんかこの辺におるなっていうのを見ながら判断しながら6本の場所を決めてます。いちいちどこって言ってるともう間に合わないので。はい、これで全部やったな。はい、じゃあ次どんどん行きましょう。はい、じゃあ洞窟になりました。転送装置がありますね。ささっと壊しておきましょう。あ、こんな時に限ってなかなか破壊ができない。敵はいくらでも怪物を送り込める。はい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 。はい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 。どんどん壊せばええねん。どんどん壊せば。結構だからこれ弾速も速いし追いかける精度も高いからおすすめよね。メロード僕は好き。やっぱりね直線的に飛んでいっちゃうから。であとは爆風範囲も広いので、結構ね周りにいるやつらも一緒にやってくれます。楽ですね。オッケー。ああここにもあったのね。まだはい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 。自分を犠牲に倒します。シュー。こちらは最後突出落としよう。こちら F3 ポスト2は壊滅した。 F3 に帰還されたし、こちらは最後それを確かだ。確かだ。こうやって撃ったら相手よ。生存者は君だけだ。無事でよかった。いた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 。ちょっと下手くそやった。ごめんなさい。あそこには仲間がいた。私の兄もだ。当たってないのか。すまない。F3 に帰還する。
無事を祈る。あれのさらに向こうなんかな。あ、ちょっと待って、危ない、落ちる。うまく当たってくれへんな。こっちから曲げてみるか。あ、もう降りるか。極力降りたくはなかったけど。はい。はい、オッケー。あ、終わりやったね。じゃあ降りてよかった。はい、じゃあ次行きましょう。さあ、飛行物体が来る地域になってますが、なんか乗り物があるという表記になってます。なんやん、まあいっか。お、来た。飛行物体ということで、一応この20発撃ってるんで、データも、おお、なんだ。あ、いろんな種類の飛行物体が来るのね。なるほど。ドローン2種類、ハチと、カエルさんと。なるほど、ね、これはめんどくせえな。はい、はい、やー、ちょっとね、めんどくさいけど前に出ながらじゃないと低距離だね。届くやつ、届かない人がいるから。ちなみにこのでかいドローンは撃たないとほとんど壊れませんので、先に壊しちゃいたいと思います。デュンケルで、デュンケルでほぼ一発なので、なんとかやっておきましょう。そんな昔に地球に来ていたというのか。うん、あった。インドの神話にはこう、オッケーオッケー。空から黄金に輝く、フリージャーがある。フリージャーが落ちてるんか。人々は黄金の船をビマナと呼び、その姿を書き残しました。なるほどね。その絵は我々の知るテレポーションシップに酷似しています。さてと、次はどこから来るかな。人類に大きな影響を与えたはずです。あるいは我々自身がプライマーが生み出した生物、あの怪物たちのようなものなのかもしれません。一応歌うか。人類はプライマーの手のひらで踊っているに過ぎないというのか。飛行物体はこのエリアを通過します。蛇を通過させるな。全て撃ち落とせ。詰め、よし、やるぞ。まだロックオンはできひん。ふん、オッケほい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 。まずは大型のドローンが邪魔なので、出力撃ち落としていきますと言いたいところだけど、ハチちゃんが来ちゃったね。ハチちゃん、カエルちゃん、ノーマルドローンはこの20発装填のやつでなんとか撃ち落とすことはできるから、これで基本的に撃ちます。ただ
その上にいるこいつらはね、さすがにちょっと無理なんで、ギュンケルで一撃で壊していきます。じゃないとちょっとね、めんどくさいよね、こちら。オッケー、はい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 、こうやって振り向いて20人分なんとか装填して、オラオラ、オラ、世界中に前線基地を設置、過剰とも思える兵器を配備してきました。それが EDF か。ですが、その行動自体がプライマーの怒りを買ったのかもしれません。 OK、 全部倒したな。我々は気づいてはいけなかった。リロードだけしとこう。彼らの存在に、また来た。接近、敵、数え切れません。数え切れへん敵が来るの困ったんだ。さあ、いっぱい来るね。飛行物体ばっかりやな。あのでかい方のドローンはまだ来とらんな。さあ、撃ち落とそうか。さあ、ガンガン来るぞ。撃ち落とせ。ある程度来たか。よいしょ、よいしょ、あれ。余すことなく打ち切れ。とりあえずデカドローンをなんとか、これは刺さってやろう。スーパーめんどくさいこいつらの攻撃が。ガンガン行くよ。バックオンしちゃえばこっちのもんやからね。OK、 倒した。まだ来るかな。はい、じゃあおしまいにしましょう。ではお疲れ様でした。